皆さんこんにちは。今日はダイソーさんの購入品紹介になります。よかったら最後までご視聴お願いいたします。今日はそんなに紙物は多くないんですけど、ちょっとちょこちょこいろいろ買ってきたのでそちらの紹介になります。まずは全然紙物でも何でもないんですけど、ちょっと私がいつも買っているものですね。こちらです。ワンちゃんのおもちゃです。だいたいダイソーさんかセリアさんで買うんですけど、で100円で、これがね大好きなんですよ、うちの子。ピコピコなるやつ、これと、そしてこれね150円なんですけど、さすがです。これね全然うちのワンちゃんでも破壊できなくて、結構最後まで生き残ってるおもちゃです。はい、今回はちょっと3つ買ってきました。こちらと、続いてこちらの立つメモ、イラストレーターあかりさんのですね、こちらと、なんか2種類あったので、これね中の柄が全部違うって書いてありました。こんな感じなの、立つメモ、どうやって立つの、あ、これをここって折るんですね。ちょっと今多分、こんな感じでこれ折ってみましょうか。多分こんな感じで折る、こんな感じですね。あ、こういう感じで立つってことなんですかね。こんな感じ、かわいいですね。これなんか柄が全部違うって書いてあったので、ちょっとはい、こんな感じです。まずはこちらと、そしてこちらです。こんな感じです。そしてこちらのレターセット。キラキラ箔押しになってます。でマステをちょっと買ってきました。これがマスキングテープ、なんだろうこれ、小人、この女の子の赤ずきんですって。赤ずきんちゃんの、あ、赤ずきんちゃんなんですね、小人じゃなかった。赤ずきん、これもちょっと2種類ぐらいあったんですけど、今回これだけ買ってきました。でこちらがなんか黒板みたいな、ちょっとこれだとね全然分かりづらいんですけど、チャンコードは同じですね。
と伸ばしてみます。まず赤ずきんちゃん、こんな感じで、4種類ですね。1、2、3、4。まずこちらと、でこちらが黒板みたいだったんですよ。こんな感じ、可愛くないですか。これ黒板ですね。こんな感じで長いからな、一箇所だけにしとこう。はい、こんな感じです。文字が白いボールペンとかの方がいいんですかね。白いボールペン私なかったので、これあ全然映らない白いボールペンがいいかもしれないですね。このオレンジとかだと分かりやすいですかね。これ赤なんですけど、やっぱチョークみたいな白いボールペンの方がいいかなって感じですね。でも可愛いですね。はい、こちらと、これは何度もリピートしているこちらの、これピンクと黄色、クラフトデコですね。ピンクね、あんまり見かけないので、見かけた時に結構買っときます。でこちらと、それでメイク道具なんですけど、これリピ買いです。これでね、100円ってすごいですよね。なんかYouTuber のマリリンさんがこれね、また紹介している、ちょっとテレビを見たのでまた買ってみました。これで100円はすごいですね。こちらと、これもマリリンさんが紹介していて、アイブロウペンシル、確かこれなのかな、なんかすごい細いやつみたいで、スキニーペンシル、すごい細そうですね。ちょっとこれ買ってみました。あ、でもブラックなんですね。どうだろう、私眉毛茶色くしてるので、髪がね結構茶色いので、ブラックか、間違えちゃったかなそっか、ブラックだとちょっと合わないかな。ちょっととりあえず極細と試しにやってみます。すごい細いやつみたいです。これ後ろにこれがついていて、こんな感じ、すごい細いです。で、まあ、黒か茶色買ってくればよかったです。はい、最後にハンドクリームを買ってきました。これね、ビスケットマンさんが紹介していて見て速攻買いに行きました。なんかでもね、ちょっと違うのを買ってきちゃったみたいで、でもこれもね、シアバターって書いてあって、どうなんだろう、同じなのかな、匂いが違うんですかね。なんかちょっとインスタで話題になったというハンドクリームです。こちらと、あとこれは200円商品なんですけど、自然な白肌になるっていうのがあったので買ってみました。白くなればね、いいですよね。
あんまりわかんないか。ちょっとでも透明感が出る感じですかね。このシアバターすごい硬い。うん、これはねすごいしっとりします。とにかく手荒れがひどいので、いろいろね塗り方とか探してるんですけど、ついこの間テレビでやってたんですけど、ハンドクリームの前に化粧水をつけてからハンドクリームするとすごくいいみたいです。化粧水もそんな高いものじゃなくても、なんか100均に売ってるような、何でもいいから化粧水をつけてからハンドクリームを塗るといいって言ってました。それで YouTube とかでいろいろ調べたら、結構みんなそうやって言ってる方がいて、なんか私知らなかったのですごい目から鱗でした。うん、うん、これはすごい確かにしっとりしていいですね。これ100円なんですよね。はい、はい、今回の購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。